ちゃんとしたグループ作るにはちゃんとしたスカウト雇ったり手続きがいるのよ。意欲のある子は大手のオーディションにあらかた持っていかれちゃうし。芸能家に寿美奈美ちゃんっていう胸バカでかくて可愛い子がいるんだけど。よその事務所の子でしょ。ダメ。